一見普通のストール、実は絹糸と手すき和紙を細く裁断した紙糸を使った和紙ストールです。その他にも名刺入れ、この座布団カバーも和紙で作られています。京都府綾部市黒谷町が誇る和紙製品です。平家の落ち人の、が作った村だと言われてたので、804年続いていると。京都府の無形文化財に指定されている黒谷和紙、その平家の落ち武者たちが子孫へ残す技として始めたという説もあります。今回の主人公は黒谷和紙職人で、黒谷和紙協同組合の理事長も務める林真嗣さんです。和紙の原料は楮という木の皮です。黒谷の良さはまず、まあ、地元産の楮っていう植物の繊維を使って紙を作っているということで、かなり強靭な紙があります。黒谷和紙作りには大きく分けて15の工程があります。すべての工程が次の工程につながっていきますので、どこかでしわ寄せが来るっていうのが、まあ、私たちの世界なので、一つ一つの工程で手を抜かずにやっていくっていうことが最終的に紙すきのいい紙につながる。蒸した楮から和紙の原料の皮を剥ぐ籠へぎです。黒谷町では方言で楮のことをカゴと言います。その後川の水で楮の皮を柔らかくする工程を経て、表皮や傷を取り除きます。和紙作りに最も適しているのは川の水温が下がる冬、ね、忙しくなるのがこの秋を越えてから、気温が下がって水温が下がってからが紙すき のシーズンになりますので、まあ、体も寒さに耐えていかなきゃいけないんで辛くはなるんですけれど、まあ、夏場の紙すきに比べるともう断然いい紙ができるので、まあ、職人としてはこれからがこうモチベーションが上がっていくっていう季節になってきます。カゴたたきという工程で植物の皮を繊維状にほぐしたものが紫蘇です。紫蘇と水を混ぜ合わせますが、このネバネバした練りを加えることでより均一に混ぜることができます。手のかかる下準備を経て、いよいよ紙すきです。1日8時間以上すき続けることもあります。その水の流れやら材料の濃度が変わってきますので、まあ、それを見ながらこう波の動きとかリズムとか、その人の手で作られるような呼吸みたいな息吹みたいなものが紙に込められるような、まあ、黒谷そのものが機械好きというものを取り入れてなかった産地ではあるんですけど、私たちが手で紙を好きたい人たちが今は集まってやってきてますし、私もそのどの紙がいいとか悪いではなくて、自分の呼吸とか自分のリズムで紙を作りたかったので、まあ、機械好きの和紙の産地に、就職するのかってこれから先って言われると、それだったら職業を変えますって言ったと、行為そのものがやっぱり好きですね。林さんは1996年に黒谷和紙協同組合が始めた後継者育成制度で黒谷和紙職人になった一人です。高校大学と夢中になったのは和紙ではなく油絵でした。
京都精華大学美術学部でも洋画を専攻しますが、卒業後祖父が亡くなって一人になった祖母と暮らすために故郷の綾部に戻ってきました。綾部で仕事を探している時に偶然黒谷和紙後継者育成制度の存在を知り、和紙職人への道が開かれたのです。今林さんは黒谷和紙協同組合の理事長を務め、今度は自身が後継者を育成する立場に立っています。2022年10月2泊3日に及ぶ和紙作りのワークショップが綾部市黒谷町で行われました。できた。紙すきはもちろん、下準備から染めまで手すき和紙のほとんどの工程が体験できる企画です。普段は織物とか染色をしてます。大学生で学校通ってます。メタバースとか VR とかそういった最先端技術のサービスの、販売をしてます。はい、手すき和紙の技術を包み隠さず伝えることで、参加者はより深く魅力を知ることができます。今まではもう和紙はお店でしか見たことがなかったんですけれども、どういう植物から取れて和紙になるまでの過程を自分で体験しながらこう関わらさせてもらってるっていうことがすごく体感として感じることもできて、貴重な時間ですよね。まあ、最終的に自分が今役職持ってて何を目指してるかっていうのは、これをなくならさない方法論を構築できないのかなっていうふうに思ってるんです。黒谷和紙協同組合から京都伝統工芸大学校へ講師を派遣しています。この日の講師は黒谷和紙職人の近藤大地さん。自分もこの学校の卒業生で、現在の林理事長に紙すきを習ってやってました。やっぱりもともとあった流れといいますか、形というのを大切に混ぜてもらって、またその上でちょっと自分のやりたいようなものとか新しいものと作っていってもらえるといいのかなと思ってます。近年黒谷和紙は京都の老舗伝統工芸品に使われることが多くなりました。1718年創業の白竹堂では黒谷和紙を使った京扇子を、日本最古の和傘や辻蔵でも3年ほど前から黒谷和紙とのコラボ商品を販売しています。京都を拠点に活動している和紙アーティストの福島秀子さんは、日本全国の和紙を使った作品を発表販売しています。黒谷和紙を使っているのはバッグやアート作品です。黒谷和紙を使ってると安心します。すごく丈夫なので安心する。もう一つ特徴があって、紋目が分かれている。紋目っていうのはちょっと分かりづらいんですけど、厚みの単位、紙の資料の重さの違いになります。例えばアート作品とかで薄く下の面を見せたいっていう時には2紋目とか3紋目とかを使うんですね。そういうのは実際にやっぱりこうやってみないとわからない、そういう時に選択肢があるというのはすごいありがたいです。水の響きは紙の歌、林さんが思いついた一文です。その全て水に関わってくる作業なので、まあ、それを紙すいてる時のリズムとかっていうのがすごいいい調べに聞こえる。リズムで紙の厚みとかを合わせていくの でそのリズムはみんなによって一人一人違ってくるので、同じ材料を使っても、同じ紙ができてきないっていうのも
なんとなくこう音楽みたいかな思っております。京都府綾部市、黒谷和紙職人林真嗣さん。水の響きは紙の歌。紙すき職人一人一人が演奏者であり、林さんは後世へ紙すきの楽譜を残す作曲家なのです。